はい、おじゃす、アクテガと申します。今回はですね、2020年1月1日からのリビットレギュレーションの予想を立っていきたいと思います。ついにというよりね、本来というか去年はね、10日に出てたんですよね。先月の12月の10日に。だからそう考えるとまだこの状況で来てないので、ひょっとしたらこの動画が上がる頃には出てしまってるという間抜けなことになってるかもしれません。はい、まあそれはそれとしてね。でね、今回のね、予想ね、むずい。毎回言ってるかもしれないけど、今回特にむずい。なぜかと言いますと、デッキバランス的、環境のバランス的には今ね、近年でも上位に入るレベルでいいんですよ。正直な話、いいんですよ。まあ、前のね時もいいって言ったんですけど、その頃生きてたからね、魔衝動とかが魔衝動とかが生きてたからね、先行暗記にも生きてたからね、ドラリンで。だからそう考えると、それらが規制されて、今までね、規制されて、で、この3ヶ月、数ヶ月間っていう、すごい平和になってしまったんです。なってしまったっていう言い方おかしいけど。だから、何をやっていいかね、ほんと見当もつかない。いや、正直ね、あ、なしですって言われても、いや、でも、って思っちゃうかもしれないっていう事件。そういうことなので、だからこれ慎重にやっていきたいと思う。じゃあ、まず、禁止予想から行きましょうか。はい。はい、それでは行きます。禁止予想から行ってまいります。ベーベン。はい。禁止予想。まずは上から、気候、クリストロン、ハリファイバー。まあ、これは、もうね、何回ここにこの禁止予想に入れるんだって話なんですよね。外しまくってるけど。だけど、ごめんなさい。言います。もうこっちも言うわ。で、トポロジック、ガンブラードラゴン。これも前に言ってたかな。前にも言ったかもしれないけどね。禁止予想では。でもね、ここでね、はっきり断言します。今書けなかった。今この時。今この状況。2020年のね。1ヶ月もう半月切るかというところ。もうあと半月程度となっていた。今この状況。で、2020年になってから。で、これを最初に書けなかったら、次書ける時、ないです。これが言える。今書けなかったらいつ書けんのっていうのがこれ。それは、まず理由としては、遊戯王ブレインズが終わりました。打ち切りという形で、ちょっと、まあ僕は悲しかったなと思ってるんです。まあそれはいいとして、遊戯王ブレインズが終わったということは、これから先、膨大な量のリンクモンスターをバンバン足すということは考えにくい。わかります?なぜならこれから新ルールが、もちろんリンクモンスター間違いなく出てくるよ。出てくるけども、これから先、じゃあこういった壊れ、リンクモンスターが今までのようにボンボン出てくるか、と言ったら僕はノーと。間違いなく数としては減ると思ってます。数としてね。だから、そういった部分、要するにリンク環境というものを引きずらないためにも、ここを規制しておかなければ、コナミさん的にも売れないんですよ。わかります？こういった強力なリンクモンスター。まあもちろん他にもあるんだけど、リンクモンスターでね、強力なカードっていうのはあるんだけど、今ここで話題になっているこれらをかけておかないと、次かける時がないんです。わかります？次に出る環境のカード、次に出る新ルール、もしくは新、召喚システム、そういった部分を売ろうとするためには、過去の遺産を引きずる前にかけておかなければならない。僕はそう考えています。逆に、今この時かけなかったら、もうしばらくない。少なくとも半年は安泰。と思っています。これらはね。ここでかけなかったら、もう半年以上は安泰。よほどまあこれらを使った先行暗記がなんだだとか遅延がなんだとか流行んない限りまずないということをここで言っておきます。今書けないな。他にも例えば守護竜エルピーとか守護竜でね、トポロジックガンブラードラゴン、まあなす感じなんだけど、それはそういった意味じゃとか、他は何だろうな、スパイラルとかが流行ってるんだったらなんかあるかな、ね、まあスパイラルでもリンクモンスターで禁止しても意味ない多いからな。まあ、それはもういいか。いいな。まあ、リンクでは、他は何だろうね。かけなきゃならないのは。まあ、リンクじゃなくて、シンクロだと、例えば、聖杯のミコイーブとかかな。まあ、それも、ドラゴンリンクになってしまうから、そこまでかけるのはね、禁止にしないと意味ないですからね、彼ら。
やっぱし禁止っていうのは経験に作るもんじゃないなっていうことで、僕はこの2つを予想として入れておきます。一番なんか簡単として何回も言うんですよ、これは、環境を抑制するプラス新環境の 新ルールのカードを売るために営利的な意味でですよ、単純に営利的な意味で考えて、これらを今かけておかなければ意味がないというんで、ここ、これ無視して、これ僕の個人的なあれだから、もうとっとと禁止してくれよっていう僕の個人的なあれだからね、これは無視していいよ、こうでいいよ、こうでいいです、まあ、ここです、うん、はい、禁止はそんなもんかな。じゃあ制限いきましょうか。はい、それじゃあ、制限予想いってまいりまーす。ベーベン、はい、制限予想上からいきましょう。はい、雷獣竜サンダードラゴン、サンダードラゴンですね。ゲームから除外されることにより、デッキから、サンダードラゴンモンスターを特殊召喚することができる効果、または手札から切ってですね、墓地または除外されている、ところからですね、サンダードラゴンを回収する効果を持っています。サンダードラゴンの中でもですね、デッキから SS するという効果を持つ、またプラス、サンダードラゴンを回収するという時を、リソースを回復することができるわけです。簡単に言うならば、雷鳥竜、サンダードラゴンといった制限カードを回収する、または、融合カードであるサンダードラゴンフュージョンを回収する、そして、プラスですね、デッキから SS することによりモンスターの数を増やすことができるという点、これが非常に強いというよりですね、かけるものがサンダードラゴンの中でこれしかないんですよね。はい、というのも鳥雷竜、雷鳥竜というカードが、まず展開の起点となる雷鳥竜が鳥雷竜、雷鳥竜か、雷鳥竜が制限になっている、プラス、エースモンスターである鳥雷竜が、制限になっているというか、以上。じゃあ次に何をかけるのかというと、雷電竜または雷獣竜、サンダードラゴンフュージョンといったこれらのカードしかほぼないわけです。あるいは、魔法カードである闇の誘惑とかですか、闇の誘惑は他のカードにも使っていますし、何よりもサンダードラゴンのためにそれをやるのかというと、ちょっとなんか怪しい感じがある。で、雷電竜の場合だと、雷電竜を制限にしてしまうと、手札から切って、手札に加える、同盟カードを加えるという効果が使いにくくなるという効果。プラス、純制限でもそれは一緒ですね。ディアボリックガイがあれになったのような感じです。となると、かけるのがこれぐらいしかない、サンダードラゴンで考えたら。という理由でこれ。で、次、サイバネットマイニング。今だと、転生炎獣かな、転生炎獣で使われている効果なんですが、サーチカードとしてはサラマングレートサークルの方が上質です。正直な話。レディデバッカーを加えられるかどうかというところがあります。何よりもうららを食らってしまうという上質上なんですが、これは他のカードデッキでも使ってしまうんですけれども、やはり、サイバー図足カードを自由にパーチできるというのは、これから先を踏まえて出しにくい。サイバース族を出しにくくなってしまう。ですので、早めにかけておこうという点で、ここを予想しています。こっちをかけるんじゃないかな。で、次、戦闘機械マルチロール。戦闘機、ですね。展開の起点というよりも、中軸を狙っているのは明らかにエンゲージなのですが、僕としては戦闘機の中で一番やばいカードはこれと思ってて、最高にこれが一番危険と思っていて、僕は強いと思ってるんです。で、ですので、かけるところはここだと。エンゲージかけるよりもこっちの方が軽かに分かってるなって感じがします。で、オルフェゴール、ガラテア、オルフェゴール。リンクモンスターの一体なのですが、これをなぜ制限にしたところでリンクモンスターだったら意味ないんじゃないのって皆さんに思う人は、オルフェゴール知らない人はいるかもしれないんですが、オルフェゴールの場合だとそれが違ってて、一旦、もちろん単位制限一回はついてるんですけど、SS することは何回もできます。基本的にはオルフェゴール、バベルをデッキから貼ってですね、適当に墓地に送っておきます。で、スケルツォンで墓地、相手ターンで蘇生して、効果を使ったり、またはリンク状態に無理やりして戦闘破壊から守られたり、そういうことが可能になってしまって、ところがこれが1枚になってしまうと、それも経験にできなくなる。なぜなら墓地に置いておくことで、墓の指名者を食らった時、エンジンが完全に消えてしまうからです。グリマックスも打てなくなってしまう。経験に、だから、出しました。じゃあリンク素材使って、とりあえず墓地送っとく。なんか除外された。じゃあもう一体エクストラだから3枚目出すわ。っていうこともできなくなってしまう。で、オルターガイスト、メルシーク。オルターガイストカードですね。オルターガイスト的には何か、マルチフェイカーとパーソナルスプリング入ってるんですが、僕もこれ戦闘機マルチロールと一緒で、一番最強なのメルシークと思ってるんですよ。マルチロールよりもメルシークの方がやばいと思ってるので、これがなんか野放しにされている状況はおかしいかなと自分で思ってる。制限カードはこんなとこかな。他にもね、なんかいろいろかけたいというか制限予想するものはあったんですけどね。
あったんだけど、個人的にはこれじゃねえかなと思っています。あくまでもね。まあ、サーバント・オブ・エンディミオンとか、そういったカードがあるっちゃあるんだけど、まあ、エンディミオンはちょっと書けるかどうか怪しいっすよね。ストラクのカードだしね。で、この十二支ドランシアはちょっとまあ、どうかなって感じ。まあ、前の制限要素プッシュでみんなが入れてたから考えたんですけど、これはなんか違うなと個人的には思います。多分ね。というよりも、僕はこの予想では、禁止から帰ってくるのもね、あんまし考えても意味ないなと思うんですよ。だってこんなん、ねえ、未だにかかっているのとか、いつ帰ってくるかわかんないし、エラッタで帰ってくるかもわかんないし、謎押しの審判を予想でやってる人もいたんですけど、それもわかんないし、いつか、だってエラッタでうんぬんだったらいつ帰ってきてもおかしくないから、だからそこを予想するのは意味ないと思ってるんで、既存カードの規制を個人的には思いたい。はい、じゃあ純制限予想いきましょうか。はい、それでは純制限いきたいと思います。ベベン。はい、純制限予想、まず上から、あーごめんなさい、もう三脚がさ、根元がボロボロなんだよね。はい、ごめんなさい。ユニコールのネクロス、ここですね。まあ、ここは結構順当というよりほぼ確定じゃないかなと思ってます。まあ、かけておく意味がない云々の問題として、前回のあれでユニコーン、あ、じゃあネクロスを緩和してきてるので、じゃあこの状況でどんどんやろうかなって感覚になってると思うんでね。今まで引っ張った意味が分かんないというより、これは大人の事情だなって、なんか一気にネクロスを解放すると、じゃあ最初にかけたの何だったんだ、今まで引っ張ったんだになるから、徐々にやってるっていう、まあパフォーマンスの一種かなと思ってるんで、まあこれも3ヶ月後したら、なるんじゃないですか、制限解除とか。で、強欲で金盤なつぼ、個人的にはな、うーんという感じはした、強欲で金盤なつぼ。だけどもここまでね、みんながなんか言うからありなんじゃないのかなと思ってきたわ。個人的にこれめっちゃ使ってるカードだから、されてほしくないなと思うけど、でもまあまあまあ、しょうがないよね。十二支モルモラット。これは、そうだな。十二支自体がどうなのか。ドランシアが先ほど制限で帰ってくるんじゃないかって言ってたんですけど、モルモラットは、結構、これは考えててありかなと思ってて、開局が帰ってきたということは、前にね、開局が帰ってきたっていうことは、やっぱし結局どこかで十二支を返すつもりもコナミさんはあるなと思ってるので、ドランシアかモルモラットをどっちか返すと思ってるんで、ドランシアが帰ってこなかったらモルモラットと思ってます。モルモラットが帰ってこなかったらドランシア帰ってくるって感じ。ブルホーンはない。次、魔力統括。先の制限でね、サーバントオブエンディミオンを入れたいなと思ったんですけど、何もかけないというのもまた違うなと思う。制限だからと、あ、じゃあストラクで帰ってるからといって何もかけないのはまた違うなと思ったんで、ここでまあ制限、純制限ぐらいで落ち着かしとこうんじゃないかっていう、あれだね、大人の事情だね。で、オルフェゴール、ディベール。オルフェゴールの中でもエンジンなのね。ここはだからガラテンをかけるっていうんだったら、ガラテンを制限にするんだったらディベールはやっぱりここかなって感じで、で、なんでじゃあなんでディベール制限にしてガラテンをこっちにしないかっていうと、ガラテンを純制限にしたってあんまり意味ないからです。ガラテンを純制限にしたところってそんな意味ないから、だからやるんだったらガラテンを制限にしなければならないし、ガラテンは制限、ディベル制限はちょっと重すぎるなと思って。だからかけるんだとしたらどっちかどっちか11ずつにするというのが予想。で、召喚獣メルカバー。これは、召喚獣をどんどん規制からね、緩和してきてるので、じゃあメルカバーも帰ってくると予想してます。で、ジャッカローブ。未回帰を、そんな言うほど結果残してないんですけど、未回帰を放置というのはやっぱ海外的に考えてもちょっと格好悪い感があるので、特にそんな影響はないけども、ジャッカローブをとりあえずかけておくっていう方かな。でこれも大人の事情だね。個人的にはかけないんじゃないかと思ってるよ、個人的には。でもコナミさんはこうするっていう予想。僕はこの感想を言うんじゃなくて、予想だから、予想だからね、これ僕の感想というか、好き嫌いとかじゃなくて予想だから、僕はかけなくていいと思ってるけど。はい、じゃあさ、ラスト制限解除書きましょうかね。はい、それじゃあラスト無制限、制限解除いきましょう。ベベン。上から捕食植物オフリスコーピオ。ここはそうですね、順当に、解除してきてるんで特に問題はないかなと思っています。で、エレメンタルヒーローシャドウミスト、ここですね。ヒーローの緩和を、まあ、アライブから考えて、シャドウミストとね、どんどん緩和してきてるんですけれども、ヒーローアライブよりかはシャドウミストの方が解除しやすいかなと思ってですね。ヒーローアライブを解除するんだったら、シャドウミストの方を解除するなと思ってて、まあ、ヒーロー時代を、まあ、小鳥さんが推してることは結構事実なので、
今までのラインナップから考えてもね、事実なので、やっぱしシャドウミストを返すっていうことが重要なんじゃないかなと思います。で、妨げられし怪獣の眠り、ここもそうかな。まあ先ほどの、メルカバー解除も考えてるんですけども、あの環境の頃にかけてた怪獣とか召喚獣のあたりを、まあここら辺で返してくると思ってるので、もう順当にバンバンバンと怪獣をね返してくる、この眠りを返してきてるってありかなと思います。まあ破壊耐性持ってきてるからな、今の環境ね、うららとかもあるから、そんなような怪獣の眠りが強くなってる感じは僕はしないのでね、次のターンにサーチというのも結構怪しいからなね、次のターンにサーチって遅いからね、そういう魔境だからね。で、竜子相打つ、もうこれもかけている意味がないと思うので、かけて返してみたいなと思います。はい、以上かな。ちょっと駆け足になってしまいましたけどね、最後の方。他にね、禁止カードでかけるうんぬんなんですけれども、何かなと思って、まあ、なんかあった。僕にないか。そこにないよね。まあ、超融合とかも帰ってくるみたいなこと言ってたんですけど、それはないなと思ってる。なんでないのかと言いますと、やっぱりシャドールのストラクが出てきたというのもあって、解除するよりかは規制の方に動くと思うんだよね、超融合は。なんか超融合はなんかそれだったら制限になるんじゃねとすら思ってる。やるんだったらね、僕はやらなくていいと思ったけど、もし何かしらの動きを見せるんなら規制の方に動くと思ってるんだわ、超融合は。他はどうだろうな、かけたいか。まあ緩和観念に関しては僕はもう何も言いません。あの審判が帰ってくるとか、ドランシア、まあドランシア程度なら、あのじゃあ審判が帰ってくるとかもう考えてもしょうがないからね。あとエラッタもね関係ないし、その辺は。はい、以上ですね、ワクテカの制限予想の動画でした。これで出てたらクソダサいなこれでこの動画出す前に、あの制限予想のあれとか出てたらクソダサいなと思うけど、はい、ワクテカでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。